ありがとうございました。この曲はもしかして皆さん聞いたことあるかもしれませんけども、アール・クルーという人がアレンジした曲で、ダンス・ウィズ・ミーという曲です。もともとはオーリアンズというバンドの方が方たちが演奏してたものですけども、ギターアレンジでやらせていただきました。ジーツインズと申します。今日はあと3曲ありますけども、よろしくお願いいたします。で、ですね、今日こんな皆さんの前に演奏してもらうんですけども、この方がですね、ちょっとやらかしてっていうかですね、昨日ですね、Facebook でちょっとやらかしたみたいなことでですね、もともとお店がお餅とか作ってるんですけども、一生懸命お餅を作ってたら自分の手までついてしまうということなんですよ。でもサービスもそこまでいいようですね。なかなかのもんだと思うんですけども、まあ、ちょっとですね、昨日のショートプログラムで、ちょっと腕をやった木平さんみたいな感じですね。今日はもうフリープログラムで挽回しようと一生懸命やろうとしてますので、よろしくお願いいたします。じゃあですね、もともと2人でやってる曲はジャズ系が多いんですけども、今日はポピュラーなやつを3曲用意して、次のやつはジャズのスタンダード1曲だけ、カレー派という曲をですねやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。Thank you.
Thank you.
ありがとうございました。ビートルズのメイクってイエスタディでしたね。この曲もどうしようかなと思ったんですけども、リードギターを師匠にお任せしたので、私はタッキングで緩やかにやらせていただくということで、了解を得ましてですね、やらせていただきました。まあこの後にですね、出てこられる方々、長崎では大御所ばかりのユニットが続きますのでですね、一応私たち、椅子を温めておくという役目のもとに、最初のトップの、まあ、座をちょっと、役目を果たさせていただこうかなと思っております。次はね、長崎を代表するピアニストのあのさんが控えてそうですね、じゃあどうぞ。サクサクと行きましょう。あ、そうね。じゃあ、能楽器はこれぐらいで、最後の曲になりました。最後の曲はですね、スティービー・ワンダーという曲のですね、ちょっと跳ねた曲を入れています。途中で難しいフレーズが出てくるんですけども、まあそこら辺緊張感を持ちながらやらせていただきます。ジーツ・リクレスター、どうもありがとうございます。
ます。それでいいんだけど、見てくれないんだけど。じゃあ、ついにまたいいユニットが来ると思うので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お話をお聞きしたいと思います。代表者の方、こちらへお願いいたします。2年ぶりのランチコンサートですが、その辺はどういったところで活動をされたのでしょうか。もともと長崎